サムラジクのことです。今日はですね、今久慈浜海岸に来ました。今日は、曇りですね。まあ、風もちょっと強めですかね。で波もね、結構、荒めになってますね、今日は。はい、今日もですね、4冊目の、出版の出筆活動ですね。そちらをやっておりますね。まあ、明日ね、メントレ講座、がありましてね。で、まあ、月曜日にちょっとね、まあ、打ち合わせもあって、あと、まあ、水、木とね、まあ、出張の模擬講座、がありますからね。うん、まあ、ちょっとね、来週になるとね、なかなか、出筆活動がね、多分、あまり、というか、ほとんど続まない、状態に、ねなるでしょうからね。うん、だから、ちょっとね、まあ、今日、中にね、できるところまでは、まあ、ちょっと仕上げてね、うん、やっていこうと、ね、いうふうに思ってますね。はい。まあ、したがってですね、まあ、ちょっとね、4月の22日締め切りっつってますけどね、今256ページ中、38ページくらいですからね、うん、まあ、まだまだ、あるんですけど、まあ、締め切りまでね、ちょっと間に合うかどうかと、ね、いうところではあるんですけどね、うん、まあ、でも、どっちにしてもね、まあ、焦った気持ちで、書こうが、焦らない気持ちで、書こうがですね、まあ、結果は同じですからね、うん、だったら、まあ、焦らない気持ちでねやった方がいいですからね。だから、常にね、未来に心を向けるとね、あ、ダメじゃないのこれ締め切り絶対間に合わねえわとかね、いろいろ考えちゃいますけどね、まあ、そんなこと考えてもしょうがないですからね、うん、だから、今すべきことをね淡々と、まあ、やるとね、いうそれだけですね結局ね、うん、まあ、今に集中するだけですよね。うん、まあ、そのためにね、まあ、そのためにというか、そういった心をね、まあ、作るためにこうやって毎日海に来てるんですけどね、僕はね。うん、まあ、それが、いわゆるね、まあ、メンタル面の強化と、ね、いうことでね、まあ、海に来るとね、心が、整ってきてですね、うん、まあ、落ち着いてきて、ね、で、まあ、いいアイデアとかね、いい出筆とかできますからね。これも、まあ、仕事のうちの一つと、ね、出筆活動のうちの一つと、ね、いうふうに僕は捉えてるんですけどね、この海で、心を空の心にするっていうこと自体をね、うん、これ非常に重要ですね。うん、まず心を整えると、ね、で、心を整えてからね、パフォーマンスを実行すると、まあ、仕事なり勉強なりですね、やると、ね、まあ、その結果ね、非常にいい心の状態で、仕事とか勉強できてますからね、パフォーマンスもアップすると、ね、でパフォーマンスもアップするからね、まあ、結果も非常に出やすくなると、ね、まあ、そういった循環ですよね、うん、まあ、これがいわゆるね、あの僕がいつもメンタルトレーニング講座でやっている、でまた、ベースにさせていただいているね、まあ、辻先生の、心エントリーという、ね、考え方ですけどね、結果エントリーじゃなくてね、結果エントリーは結果結果、ね、結果しか考えないと、なんだかんだ言いながら結果出ないとダメだろうみたいな、ね、そんな考え方ですよね。それは結果に取るっていうんですよ、ね、それでやってね、まあ、成果出ればいいですけどね、まあ、まず成果出ませんからね、うん、要するに焦っちゃった状態で、ね、仕事やったっていい結果が出るわけがないですからね、うん、それよりはまずね、とにかく心をね、しっかりと整えると、ね、まず最重視してね、心ですね、そこをゆったりとしたリラックスした気持ちにいつもすると、ね、いつも自分で持っていくと、ね、でそこからまあ仕事なりパフォーマンスなりをすると、ね、そういった考えですね、まあ、それが心エントリーっていうんですけどね、うん、まあ、これをもう実践した半年以上、もう1年近くですかね、経つんですけどね、まあ、やっぱり結果出やすいですからね、そちらの方がね、うん、ということでね、まあ、今日も、心エントリー、まあ、心を整えると、ね、いうことで、やってますけどね。で、まあ、あとはね、まあ、天風先生のね、まあ、本を毎晩読んでるんですけどね。まあ、非常にね、まあ、昨日は、ちょっと脳みその、ね、構造とかね、あとは、神経系統ですね。まあ、天風先生、医者でもありましたからね。うん、そういった角度からね、まあ、いろいろ、読んでね、まあ、心のメカニズムっていうんですか、ね、それをちょっと昨日の夜は学んだんですけどね。まあ、学んだっていうか、本を読んでね、学んだんですけどね。まあ、非常に分かりやすくね、こんな感じで、心っていうのはなってんだっていうことがね、非常によく分かりましたんでね、うん、それも、まあ、今日はね、加味してね、うん、ちょっと今、心を整えると、ね、
いうことをやってるんですけどね。うん、はい。ということでね、まあ、今日ちょっと波が、すぐそこまで来てますからね、なかなかちょっと散歩、広い範囲でね、散歩、老人は2人もやってますけどね、散歩ちょっとできそうもないんですけど、まあ、ちょこっとね、散歩をして、ね、行きたいと、ね、いうふうに思ってます。はい、では以上です。